皆さんこんにちは、大地です。ノートっていうサイトに毎日ねコツコツと書くようになってから38日、まあまだそのぐらいなんですけど、20万5センチぐらいかな、書きましていやいやいや、やっぱコツコツ書くって大きいね。で、改めて思うことなんだけど、やっぱりね、自分の内側にあるものをこう文字にしてみるっていうのは素晴らしいプロセスだね。で、エクスプレッシブライティングなんていうのはね、あって、まあ毎日20分とか、その自分のこう自動思考ですよね、内側で起こってる思考みたいなものをこう書き留める。そうしていくと、まあなんか自分が何を考えてるのかね、何を感じてるのかっていうことがこう可視化されてきたりとか、それをまあ少しこう客観的に見られるようになる。で、そのことでね、まあ自分の理解が深まったりとか、それからまあなんか漠然とした不安とかね、気がかりなことがこう可視化されることで、よし、じゃあそれどうやって処理しよう、どうしようってね、こう頭が働いたりしますから。で、なんか落ち着いたりすっきりしたりね、指針が立ったりするみたいな、まあすごいシンプルだけど効果のあるね、そのやり方があって、で、まあそれみたいなもんですよね。毎日こう何か自分が思いついたこととかね、書き留めてみよう。で、そうすると自分が何を考えてるのか、感じてるのか分かるしね。で、あと僕の場合は結構過去のその自分が体験した出来事なんていうのを書いてて、実はね、今日も一番新しい投稿ではね、まあ講演会なんかではよく話したりする話ではあるけれども、その自分が、以前ね、その失踪してしまった時の話っていうのを文字で書いてて、で、考えてみたら文字で書くのって初めてなんですよね。で、自分の過去の、まあ辛かった出来事だけれども、まあ文字で書いてみたりすると、なんか改めてね、その時の気持ちを、丁寧に思い出さないと書けないから、ね、その時の状況、気持ち、ね、考えたこと、やったことを丁寧に思い出しながら書いていくわけなんですけど、そうするとね、またなんかその記憶がこう整理されていくというのかな、自分の中でね。で、こう、落ち着いてまたしまわれていくというか、だからぐちゃぐちゃっとしてたものにきちんと形を与えて、でまた自分の中にしまっていくみたいなのが、喋るっていうことよりもね、より起こりやすいんじゃないかなと思って、まあカウンセラー相手とかね、コーチ相手に話すとやっぱり整理を手伝ってくれるから、ね、ぐちゃぐちゃしてたものがきれいに整理された状態でもう一回自分の中に入っていくね。で、それがまあ、コーチングカウンセリングの良さなんだけど、まあ自分でやるのはね、相手には手伝ってもらえないけれども、より丁寧に自分で掘り起こしたりするっていうことができて、自分の心に触れる作業としてはすごくいいんじゃないかなっていうようなことを改めて感じてます。ぜひよかったらね、エクスプレッシブライティングでもいいしね、何か自分の過去の思い出を、まあ、苦痛にとかね、辛くならない範囲で、書き出してみたりすると面白いんじゃないかな。特に良かった思い出とかね、頑張ったこととかっていうのはまた書き出してみてね、改めてなんかその自分の素晴らしさに触れるっていうのもいいんじゃないかなと思います。ぜひコツコツ書いてみてください。それではまた、バイバイ。